北側から見たアララール山脈アララーの竜とは、バスク地方に伝わる竜伝承である。アララールの竜とも、ここではアララー山の代表的な竜伝承、アララーの竜とサンミゲルと竜の両方の伝承について記述する。なお、参考文献を除き、竜の表記で統一する。陳度器山から見たアララール山脈ある若者が悪魔の捕虜になっていた。 彼は悪魔に従う獣たちに死んだロバの肉を均等に分けていたので獣たちは彼に感謝しお礼として魔法の力を与えた。ある日魔女と悪魔が集う集会の最中に魔女が悪魔にその式を尋ねた。悪魔は自身が死ぬ方法を教えかつそれが事実上不可能であることを話した。若者は盗み聞きしたその方法を実行すべく。 悪魔の住処からこっそり抜け出した。若者はアララー山地に行き、魔法でライオンに姿を変えた。そして現れたアララーの竜と戦って、これを殺した。切り裂いた竜の体から飛び出したのウサギは猟犬に変身して殺し、のウサギの死骸の中から出てきた鳩はわしに変身して殺した。鳩の死骸を切り裂くと、鳩の死骸の中から卵が出てきた。 若者は人間の姿に戻り、その卵を悪魔の住処に持っていった。その時悪魔は魔女が集う中で衰弱しきっており、あららアララの竜が死んだことを悟っていた。そこに現れた若者を見て、悪魔は私も殺されるだろうと言った。若者が入手したその卵を悪魔の額にぶつけると悪魔が死ぬことを、若者はあの集会でこっそり聞いていたのであった。 サンミゲル教会サンミゲル教会にあるゴニバスク自治州ギプスコア県ゴリーグナタウンというところにイラウンスゲが住んでいた空腹になると村を荒らし回ったので村人の犠牲は増えるばかりだったそこで毎日流に生ケを差し出すことになった若い娘が生ケに当たり流が待っている洞窟の入り口付近にやってきたその頃騎士のゴニがペンテンシアのために 腰から大きな鎖をぶら下げ、鉄の靴が壊れるまで参道を進んでいた。そこに高貴な騎士の姿に化けた悪魔が来て、大便をすり込めば、靴と鎖を壊せると言った。五には助言の通りにしたが、鉄の靴だけが壊れて、鎖は壊れず、靴なしで鎖を引きずって歩くこととなった。五にはやがて竜の洞窟の前を通りかかった。そこで生贄となるべく、 竜を待っていた娘を見つけると、すぐに娘を解放し、自分がそこに泊まった。まもなく竜が現れて、ゴニが伸ばしておいた鎖を噛んで飲み込み始めた。両者の距離は次第に縮まり、竜は聖ミカエルに向かって助けを求めた。神がその声を聞いて、ミカエルに教えると、ミカエルは神を自分の頭上に乗せて、あらら山へ降りていった。そして剣で竜の首を切り、 ゴニの鎖も断ち切った。ゴニの償いはここで終わった。その後、洞窟にはサンミゲル教会が建てられたという。アララル山脈にあるガンボア山アララルはバスク語で山脈を意味する。アララルには魔物が住んでいるとされている。スペインの流伝症では卵が武器になる説話が多い。卵なら何でもいいというわけではなくその卵は小さくて君も持たない。 特別な卵であるのが普通である。アタウンには他にもシュガールという竜の伝承がある。シュガールの項を参照。中世社会では、事故死などの過失致死罪その他で、刑事罰が下った時、死刑ではなく食材のための巡礼などの経緯に、減刑される場合があった。サンミゲルイコールセミカエルという意味である。正式名称は、サンツアリオでン。 ミゲルデララアリアララー山と深い関わりを持っている。なお、サンミゲル教会という名称だけではスペイン語圏ではごくありふれた教会名である。ありがとうございます。